お疲れ様でした。加藤さん、うまいから、もう言っちゃいけないことまで喋りそうになっちゃって、大変でしたよ。上手。聞き方がやっぱり、引っ張り方が。歌詞についてはそうですね、僕がすごく、こう、人生の中でターニングポイントになった曲だったので、なんか一緒に加藤さんともう一度彫り直した感じがして、すごくなんかすごい幸せな、いい時間でした。そこめちゃくちゃいじられましたもん。自分の曲持ってきたやつは初めてだった。いじられちゃってちょっと恥ずかしかったですけど、はい、でも悔いなしです。